今は、えっと、6個の数っていうのが決まってましたけども不定個の数何個あるかわからないけども何個か数を入力してそれの全部の相和を求めたいということがあります。そういう,ことのそういこれがそのプログラムですこのプログラムあの後でまた説明しますが実際に実行するとこういうふうになります。 えー、このサム .rb というプログラムの名前だとしますと、えー、Ruby を実行する時はのサムテンと実行します、えー、そうするとお計算機は入力を待ってますので人間がこの黄色いところですねマイナス -3 とか819-4、えー、こういうふうに入れて、えー、リターンエンターのキーを押します。 そうすると、あ、これでデータは全部来たなと、プロ、計算機がわかるので、コンピューターがわかるので、えー。プログラムが、実行されて、えー、その総和ですね。えー、マイナス三たす八たす十九たすマイナス四、二、え、十、ー、ですね、答えは、えー。それが画面にこういうふうに出てきます。それを行うプログラムがこれです。じゃ、このプログラムの、ちょっと仕組みを見てみましょう。総和を計算する部分は。 だいたい同じなんですが入力のところがちょっと違いますまず最初さっきは A という配列の中に数を決めて入れてきましたけれどもこのやり方はこの青いところですねこれは A という配列に整数を入力する方法ですこの命令をするとコンピューターはあのタイプライターから えー、整数を入れてくださいというふうに待ってますので、えー、さっきみたいにこうタイプで数を入れていってそしてエンターを押すと、えー、この命令が実行されて数がそれぞれ配列の中に入りますで、ここにいろいろゲッツ、スプリットこういうなんかおまじないのようなことが書いてありますね、えー、これはあのーまあのまここでは詳しくは説明しません、えー 残念ながらこの講義は Ruby の詳しい話をすることはそこまで余裕がありませんのでここはちょっと決まり文句だと思ってそういうふうに思って使ってください。で次にこの入力した配列が何個入力したかというのを知りたいですね。でそれをする命令もあります。配列の後ろ配列の名前の後ろにピリオドをつけて こうですね、配列の名前の後ろにピリオドをつけてレングスと書きますとそうするとその配列の要素の数が、えー、取ってこれます。ですからこの命令は配列の要素の数をまず計算してそしてそれを n という変数の中に入れましょうというそういう命令です。あとは、えー、この配列と n を使って、えー、相和の計算これは先ほどとほとんど同じですね。 え最初にえ初期値、総和の答えの初期値をゼロにしておいて、そしてこの繰り返しを行うと。で、繰り返しはゼロから k の値がゼロから n 引く1までの値を繰り返すわけです。ここもあのちょっと注意してください。と、配列の添え字はゼロから始まってました。ですからゼロから n 引く1までをえ k の値変えながら繰り返していくと。そういう計算ですね。ちょうどここにある。 あのサムと同じで0から n く1までをこう変えながら、えー、相和を求めるとそういうことをやっていきます。これが、えー、配列のお、えー、一つの典型的な使い方ですね。ではもう一つ、えー、考えてみましょう、えー。配列の中にデータを読み込んでその中で一番大きな値を見つけましょうとそういうプログラムです。 まあ実際に実行はどういうふうにするかというあの実行例を見てみますと、えー、そのプログラムがうまくできたとすると Ruby のマックス .rb という名前にしましょうかマックス .rb という名前のプログラムができたとするとこうやってー Ruby のプログラムを動かしますそうするとまた入力を待ってますから、えー、さっきのようにまたタイプしますそうすると、えー、Enter を押すと、えー、全部入力が終わったなと思って計算が始まって えー、答えの最大値19ですね、えー、それを出します、えー、今回は最大値だけでなくて最大値の場所添え字ですねそれも求めることにしましょうですからこの場合は19がある場所ですから2ですねそれが出てきます、えー、もう一回注意していただきたいのはこのマイナス -3 が例えば、えー、と最初のところですから0添え字は0からスタートしますで1のところに8が入っていて添え字が2のとこに19が入っています ですから、答えは2、添え字の値は2というのが正しい結果です。それをやるプログラム、ちょっと見てみましょう。これがそのプログラムの概要です。実際のこのプログラムの中身は、今度やる実習で考えてみましょう。ただ、この大体のところをもう一回見てみます。さっきと同じですね、最初に A という配列の中にデータを入力します。 ここれをタタイイプライター、キーボーキボドのところからら入力してもらいますでちゃんとエンターが押されると数があのデータが全部入りましてで次の行で a. レングスで配列 a の長さが計算されてそれが n という変数にしまわれます。でこの a と n を使って、えー、さっきの最大値、えー、この例えばこれですとこの19ですねそれとその場所を求めます。 ちょっとだけヒントなんですが、えー、まあ計算するときに最大値は何かっていうのを覚えておくっていうのが大事ですよね。まあ同整こう全部の配列の要素を見るので、ここに書いてあるようにフォアブンで j の今度は j が添え字の値を表してますが、えー、j の値を0から n マイナス1まで変えながらぐる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 ,ぐる回すわけです。えー、その中でえ最大値、とりあえず今の今今の時点の最大値は何か。 それからその最大値の場所添え字は何かそれをこうつ、えー、覚えておくそのための変数として、えー、ここにあるようにマックスっていうのとマックス J という変数2つを使いましょうそれをうまく使ってこの、えー、ループですねここをぐるぐる回ることによって計算してくれるといいわけですねで最後に答えのマックスとマックス J を出すというふうになっていればいいわけです、えーこの 実際のプログラムについては実習で考えてみたいと思います。